こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、動画ではお久しぶりです。この前っていうか最近生放送ね、ばっかしてたんですけど、お付き合いくださりありがとうございました。5月30日になる放送か。初めてね、ちょっとなんか誕生日を皆さんと一緒にゲームしたいなと思って、普通に意思も欲しかって、ちょっと動画も出せる時間なかったっていうのもあるんですけど、お付き合いくださりありがとうございました。あとツイッターにもね、たくさんもいいねとかおめでとうございます。メールとか、本当にありがとうございます。なんか、こんなにね、たくさんの方に祝ってもいただいた、初めてかなと思うぐらい祝っていただいて、もうめちゃくちゃいいねもくださって、とりあえずフォローさせていただきました、皆さんも。それでは、今日はね、やっとね、いろいろ落ち着いたんで、もう5月31日からなんですけど、無課金、サバカ、芝居丸から、動画投稿再開していきたいと思います。あと、今日誕生日の方、おめでとうございます。僕と1日遅れでね、はい。僕の1個、後輩ですね。1日後輩ですね。はい。それではやっていきましょう。はい、なんたってね、今日はね、新ガチャ、来ておりますね。はい。まあ、魔法石10個スーパーゴッドフェスを引くべきか、いやがちゃ、四季編み使えたあやかしフェスを引くべきか、テニスの王子様コラボガチャを引くべきか、ビレッジヴァンガードちゃうわ、バインシュバルツのガチャを引くべきか、悩んだんですが、まあ、とりあえず一回無料引いて、はい。無料開催記念スーパーゴッドフェスを引いていきたいと思います。それでは、行きましょう。もう眠たいんですよね、全然寝てなくて、で、昨日ちょっと炎天下の中、ちょっと外出かけたんですよね。そしたら、ちょっと熱中症になってしまって、で、割れとるから、なんか長いなと思ったら、割れとったんか、今。あった、しかもあってんやん。マジで、あってんはね、確か1体しか持ってなかったんですよね。多色にしちゃってたんで、いや、これはちょっと水あてん、いいっすね、これは。無料からあってんって、儲けもんもええとこやろ。ってな感じでですね、やっぱりね、一つね、もう、芝居の丸に、もう長老も、闇属性芝居、長老も抱えてる、重大な問題がございまして、環境トップキャラが、いない。環境と、最難関ダンジョン取れる、キャラがいないという。まあ、言うたら、シマエルマルなんてウルトナしか持ってないわけですよ。ウルトナ対策もカッチカチにされてるんで、はい、最近の新しいダンジョン。なんの動画も出せへん。ほんまにね、ほんまに、多分クエストレベル15の問題、もう、15の問題ちゃう、15の動画を、ね、もう30本超えるぐらい撮ってるんですよ、言うに。はい。全然勝てないんで、でも、全然その称号チャレンジにも挑戦する権利もまずないんで、ほんまに。だから、もうちょっと環境トップを狙いに行くには、魔法石10個スーパーゴッドフェスかなと思って、こちらを引いてまいりたいと思います。はい。ユーザー情報、購入履歴。あ、こちら、嫌味かかった。無料配布102個ですね。はい、102個。まあ、もう全部使っていいのかなって思ってます。あと、ちょっと、式紙も考えたんですけど、ちょっと式紙はね、ちょっとリスクが大きいのと、やっぱ洗剤がね、ちょっと8枠じゃないっていうのも、ちょっとね、そこはね、はい、あるんですよ。で、ね、まあ、そのタイミングで引くのも、やっぱり、ダイヤ&ゴールド&グリーンガチャドラが 2.5% なんと、カラット&シルク&カミオが 2.5% なんと、まあ、さらにもちょっと運良ければ欲しいっていうので、まあ、それを引いてきていきたいと思います。それでは、ちょっとね、一回ずつ噛み締めながら、はい。竜名とかもいいらしいですけどね。僕もこのアカウントで出る気がしない。頼むよ。全部ダイヤなんはダイヤなんよね。よし!これ来たわ。これ多分新フェスゲンでしょ。いや、これはいいよ。マジでラビリルはいいよ。ラビリルは、マジでいいよ。何も持ってなかったんですよ。いや、ちょっとこれはちょっと、ねえ。かわいい、これ。と、
もう一回目じゃなくて、もう二回、まだ二回目やん。前置き長かったかな、ちょっと。はい。よーし、最先いいね。やっぱ 2.5% は伊達じゃないってとこ見せてますね、ありたい。いや、僕ね、サレーネね、実はこの芝居のある、ほんまにランク、900、この前のランクリセットガチャで、やっとに1体ゲットできたんですよ。2体目。よく言うなら、まあ、2.5%、観察させていただくのです。ああ、そんな感じの声なんで、ね。まあ、よく言えば、そのガチャドラが出てほしかったんですけど、まだまだ時間は、慌てる時じゃない。まだ慌てる時じゃない。はい。はい。いやー、そこは、ちょっとあれか、さすがにね。ブリトラさんか。ブリトラさん持ってへん、もうごめんなさい、持ってましたね。ブローチは、ブローチは作ってないか。あー、すいません。今、最近ね、豆乳ラテ作るのハマってて、最近、その、ネスカフェの粉から、粉と、ちょっと水まで、で、あー、なんか、ちょっとなんか、タメ入ったみたいに見えたから、ネスカフェの粉買って、であと豆乳買って水と氷とちょっと混ぜ合わせてちょっといい具合の配合を考えてるんですけど、あと6回か。はいはい、頼む、もう 2.5 1回出たんからもう1回来たんちゃう。カモカモカモ、なんでそこ、ちょっと待って、もうね、相席速度やったらもうちょっと待てって言われてるわ、ほんま。もう、いやー、ちょっともまだ行きましょう、まだ行きましょう、まだ半分あったとこ、半分あったとこ、まだ半分あったとこ、はい、折り返し。マジでほんま、ロイヤルウォークか、ミカエルはね、もうちょっと頑張ればなんとかできるような気もするんですけど、さあ、というか、ほんまに、ちょっとこのままじゃきつい。このままじゃ、マジでサレーネゲットして、いやー、ちょっと不安になってきた。でも、最後まで、希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで、試合終了だよって、安全財先生も、いやー、ちょっと待って、今赤オーディンかと思った。もうナチュラルにちょっと待って言うて持ってるかな。それで、あと2回ですね、あと2回。ちょっと、マジで、ほんまに、ほんまにさ、もう環境に完全についていけてないよね、このアカウント。よし、来た。ここでさ、もうせめてガチャだ、カモン。なんで、ジライアじゃ、ちょっとね、いや、ジライア、その、ナルトやったら激強やけど、仙人モードとかで激強やけど、いや、ラストか。じゃ、ちょっとね、僕も動画でガチャ引くの久しぶりなんで、錬成陣なし行っときましょうか。よっしゃ。いや、でもほんまさ、もうちょっとサクッとさ、テニプリガチャも引くビジョンがね、あったんですけどね。とりあえず、行きましょうか。それじゃあ、はい、これ来るで、これ確定したのよ、勝ちってなってよ。いやー、ちょっともう、あれ、ちょっとこれは、でも明日からまた6月クエスト来ますから、全然慌てることはない。これはただのおまけみたいなもんですから。それでは、結果見ていきましょう。はい。上から、ごめんなさい、上からって言っちゃってましたと今。上からね、はい。ごめんなさい、ラビリルで出たやん。ラビリル出たら全然、あれちゃう？もしかして、あれちゃう？これはラビリルで出たら全然あれちゃう？あれちゃうって、あれってなんやねん。とりあえずね、割と収穫が全く、何も成果は得られませんでしたかも、知れなかったかもしれないですけど、は
はい、そんなことなかったですね。これちょっとされね。オッケーオッケーオッケー。でね、ごめんなさい、ちょっとこそ引きしちゃったんですよね。ちょっと、はい。そしたら、千歳千里やったっけ、なんか再起間髪の極みの人が出ましたね。はい、ちょっとこそ引きしちゃいました。いや、これでね、いや、なんか割とちょっと強くなりそうな気配もせぬこともないですね。はい。はい。それではちょっとこちらでお開きにしたいと思います。はい。もしね、ちょっと最初、久しぶりの動画で、ごめんなさい、よだれ、お汁出そうだった、今。ちょっとグダグダになっちゃったかもしれないんですけど、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画良かったよという方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。あとはね、活動一覧というところに、僕の SNS 全部入ってるんで、何かね、お気に召したもの一つでもいいんで、フォローしていただけると嬉しいです。はい。明日から6月ですね。もう、またクエストか。結局5月クエスト15クリアできんかった。ほんま、もう、きついな。はい。またね、クリアしてね、ちょっとスーパーゴッドフェス駆け込みでまたお帰りしようか。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。